原口明きまさ、1975年11月3日体は、日本のモノマネタレント、お笑いタレント、YouTuber、福岡県北九州市出身、K- ステージ所属、専門学校東京アナウンス学院卒業、身長1 7 8トル、体重6 5ラム。父は元自衛官で、体官後も爆弾処理に携わっていて、 原口を爆破技師の仕事場に誘ったこともある。常磐高等学校に剣道のスポーツ推薦で入学。剣道二段。高校時代、当時福岡のローカルタレントとして活躍していた、博多花丸、大吉の追っかけをしていた。卒業後、東京アナウンス学院、お笑いタレント科に進学。土田照幸は、専門学校時代の先輩。 落語家の立川小白は同級生、花輪は後輩にあたる。ラ・パニックというコンビの突っ込み役として芸能界デビュー。2000年、タモリに奮したコージーと田と組んでの活動でブレークし、2001年発表の第38回ゴールデンアロー賞では、コージーと共に芸能新人賞の候補に挙げられたが、各賞一組ずつ受賞。 音楽新人賞のみ3組受賞というルールがあったため芸能新人賞はコージーが受賞した2006年12月15日に行われた全日本プロレスのファン感謝デー工業では長野正宏に奮して天山広吉とタッグを組み武藤慶治、神奈月のダブル武藤組と本物のプロレスの試合を行った試合には敗れたものの マイクパフォーマンスとモノマネの数々を披露した。2008年夏、チューブのコンサートにサプライズゲストとして呼ばれ、前田信ブテルに代わって歌を披露した。もともとチューブのメンバーが原口が出演するモノマネ番組を見て、前田の口パクをしているように思えたことがきっかけ。2009年9月12日、大塚愛のバースデーライブにスペシャルゲストとして招待される。しかし最後に、 ステージに上がり用意されたドッキリ落とし穴の犠牲となる。これは、大塚とバンドメンバーを中心とした、大塚チームにドッキリ企画の学力検定を2回に渡り、仕掛けたことの復讐だった。代表的なモノマネは、アカシアさんま、出川哲郎からは、三茶まと呼ばれている。モノマネグランプリでは、年末大会、ザ・トーナメントで2連覇を達成した。 普段からランニングなどで体を鍛えているといい、スポーツマンナンバーワン決定戦に出場したこともある。20年来のプロレースファンでもある。地元が福岡出身であることから福岡ソフトバンクホークスのファンである。自動車免許はオートマチック車限定を取得している。矢部博之が中心の矢部会なるグループの一員であり、矢部を兄様と呼ぶ。 2010年1月17日、ブログで、福下恵美と結婚を前提とした、交際中であることを発表。同年3月14日に、婚姻届を提出した。2011年2月14日、予定日よりも2週間ほど早く、第一子となる男児が誕生した。2011年2月22日、北九州市観光大使に就任。2013年6月7日、 第2種となる次男が誕生。2014年6月4日、第33回ベストファーザーイエローリボン賞、芸能部門受賞。2015年5月1日、立命館大学産業社会学部、専門特殊講義2エンタテインメントビジネス産業論2015年度、大学コンソーシアム、京都単位、五感科目音楽関連団体共同寄付講座の、特別講師を務める。 講義テーマは、エンジャガーからのエンターテインメント。2015年9月2日、第3子となる三男が誕生。2018年6月1日、第4子となる4、男が誕生。2020年10月18日、イクメン・オブ・ザ・イヤー2020イクメン、モノマネ芸人部門受賞。男性芸人とミュージシャンが中心である。2020年6月6日、 自身の YouTube チャンネル、原口秋まチャンネルで生配信を行い、Wikipedia に記されていた142のレパートリーを全て検証し、さらに新ネタを追加。公式レパートリーは200個を発表した。現在の出演番組過去の出演番組、ありがとうございます。